行こうかな。さようでーす。あ、そうさんもね、来てくれてる。しっかりと、お前の時間、大丈夫ですか。どうですか。えい。さあ、行こう。応援してくる人いるんですか。その上に乗せ立って勝ち続けられるようにこの一戦を大事にして絶対勝ちましょう。行くぞ。ポジショニング取ってたのでね、はい、シュート打ってたと思います。うん、左足でうまいシュートでしたね、はい、ちょっとサイドの奥狙ってみたり。サイガラシここ落としてシュート打った。うん、ポーンと手を叩きました。川野ここで縦パス入れて神垣やから、ね、はい、いい関係でね。で矢島、さあ高橋にもっと重ねます。矢島入ってって拾った吉岡、シュート打った、弾いてもう一回五十嵐カットして、さあ亀垣川野の中に入っていって吉岡のシュートだ。おお、巻いてきたところでした。うまく右で起点作っときながらね、空いた中うまく使って、はい、前半に待ってる。そして亀垣、さあ吉岡中に走り込んでいった。五十嵐のシュート、ここはキーパー串引き。もう一回いきます。さあこの時間はっきりやるよ。そうですね、やっぱこの斜めの走り、はい、ランニング良かった。今いいねプレーがありました五十嵐。坂上から中カバノー、惜しいところでした。やっぱここのランニングですよね、はい、やっぱボランチの選手間に合わないんでここまで深い位置までいっスルスルと逆サイド沼田上がっていきます。一回小林に預けて、うん、矢島上がってきた、送ってよしシュートだ、決まった。崩しきりました。山口うまかった。いや矢島上がってきて五十嵐でした。今左で起点作ってて、はい、ここから、ね、矢島選手いい形で後ろから出てきて、このコントロールうまかったですよね。そうですね、本当に狭い中でもしっかり打てるところにピタッと止めれるのが五十嵐選手の良さだと思うんで、はい、あとはもう思いっきり振り抜くだけですね。五十嵐は、まあ、期限付き移籍ですが移籍後初ゴールということになります。あ、リフレクションしてるんですね。あ、そうですか。五十嵐から、お、ここは通ったぞ神垣、後ろから吉岡、前を向いてシュートを打つことができました。高木落として狙っていった。矢島を、おっと危ない、落ちましたかね、ちょっとね。さあ池上叩いて、高木上げられるぞ、上げてきた、そのおか外側からシュートどうか、うわークリアだ。拾って沼田上げてくる、ヘッドを落として高木かどうか、もう一回いけるか。
めたけど下向かせては絶対ないんだけど、だけどもうやり続けるしかない。で攻守においてで甘さをなくすトレーニングがいいです、ね、やっていけないよ、いい、OK、いいですか、よし。